春日安アンン祭りは福岡県春日市の春日公園で毎年10月に開催される祭りである。第1回は市政5周年記念行事の一つとして1977年10月に市民スポーツセンターで開催。翌1978年の第2回からは8月に開催されるようになり、春日公園の開園後は春日公園が会場となった。 1979年第3回より地区と中央の2体制で祭りを開催する。2010年までは花火大会が開催され、公園内の野球場には花火観覧のための有料観覧席を設けていた。市内外から毎年10万人以上の観客が訪れる大規模な祭りとなり、会場もより駅である JR 春日駅では開催日に限り快速が臨時停車していた。 会場内を及び JR 春日駅、西鉄春日ガ現役周辺での観客の安全確保や周辺部の生活環境の問題などから2011年より名称が春日な国安ア祭りに変更され花火大会が中止となり10月の土日2日間の開催となった会場内に安ンを灯し個人を忍ぶ市民祭りとなった第8回までを市役所が第9回からを 春日市商公会が祭りの実行委員会事務局を運営する。春日な国安どん祭りから司法カス平成24年11月15日号 P11。ありがとうございます。